2コーナー回ってまもなくバックへと向かうところ、2分線で後ろ攻めからまず押さえていきます。4番の竹内優也、1番の西浦久江はどうでしょう。ここは突っ張るか、西浦がジャンで突っ張っていきます。4番の竹内を出させないか、それでも竹内踏み込んでいきまして、両者がまだ先行争いです。突っ張った1番の西浦久江、西浦が突っ張り切るか、あるいは4番の竹内最終周回で向かっていきます。まだ両者がもがき合っていますが、1番の西浦は突っ張り切りました。追走は5番の富永増夫、そして7番の若原まで中部の3者、ここで短期一発まくってくるか。6番の徳吉正春、徳吉が果たして穴を開けるかどうか。3番手、そして2番手、前段1番の西浦をかかった。短期一発ここは決まりそうだ。6番の徳吉正春まぐり切りました。あとは切り替えて差し込めるかどうか。5番の富永4コーナーから直線です。短期まくり鮮やかに決まって、6番の徳吉、あとは5番の富永2着、6番5番出ないようにお願いしますよ。出ないようにお願いします。これこれあるじゃん、収まってるかい。お疲れ様。ローラですか。お疲れ様。もうちょい。いやでも前にいたんだもんね。髪の毛と思って。これあじゃんじゃないですか。だったらこれ先に行くよね。ちょっと僕の警戒がちょっと足りなかったですね。徳吉君のあのまくりはたまにあえて綺麗にまくるから、車間切って余裕もあったから車間切って振れば止まっただろうし、少しこう、なんかしっくりこないですね。やっぱミッドナイト撤去ですね。いや、バンク軽いんですよ。風はそんなに風ないし、バンク軽いしからこれまくり得意な選手は決まるだろうなと思う感じの、だから西浦まくりでもいいかなと思うんですけどね。ただまくりはね、一か八かになるから荷が重い荷が重いって言われたんで、まあ、なんで特選のランドですかって言われたんでそこで多分番組も狂ったんじゃないですか、桜井さんもね、本来ならまあだから、まあ、せっかく西浦も頑張ってくれたから、僕もまあ、優勝のように頑張ります。